して誠にありがとうございます。前説を担当いたします、レフリーの吉野家、レフリーさんも待っている吉野恵子です。どうぞよろしくお願いいたします。ついつい昨日の今ぐらいの時間も後楽園ホールでこんなことをやってたんで、そのテンプレートが取れないままやっておりましたが、はい、今日もおかげさまで超満員札止めとなりました。ありがとうございます。おめでとうございます。もうついにこの満員札止め記録半年を超えました。7ヶ月目に突入でございます。毎月プレッシャーがかかる次第ではございますが、今後ともよろしくお願いいたします。さあ、それだけ毎月毎月パンパンに、お越しいただいております若い連投会でございますが、今日初めてお越しになった方ってどれくらいいらっしゃいますか。やっぱり初めての方たくさんいらっしゃるもんでございますね。ありがとうございます。じゃあちょっと正面の方にアンケートを取ってみたいと、そちらではカキビーをお食べになって、はい、ビールにカキビーというね、昔の川崎球場のなんか上の方みたいな感じ。今日どういったきっかけでご来場いただいたんですか。ホームページ見てね。ホームページ見て。ホームページどこでググらはったんですか。知り合いの方。こんなんあるよって言って。なるほど。その知り合いの方は今日は。あ、出てる人は出てる人。あ、なるほど。ちなみにそれは誰だ。ゆうがおさん。あ、なるほど。ゆうがおいい仕事しますね。さすがゆうがお。ありがとうございます。それでググっていただいて。いや、お連れ様で。お誘い、お誘い、どこまでお誘い合わせの上、まあいっぱい誘っていただいてありがとうございますね。皆さん、こういうことを皆さんで、やっていただければもっと早めにパンパンになると思いますのでよろしくお願いします。で、ちょっとこちらの方は初めてでしたね。はい、今日はどういったきっかけで。あ、なるほど。何二人して指差し合ってそんな、ね、喋ればいいのに。まあお誘い合わせの上誘っていただいて、常連さんに誘っていただいたって言って、なんで謝ったんですかね。どうも。さあ、今日も初めての方で皆さんがご誘いやってきていただいているわけでございますが、じゃあちょっといつも恒例のあれも聞いてみたいと思いますが、遠方からわざわざ今日見に来ましたよという方どれくらいいらっしゃいますか。ちょっと遠いところから来たよという方。あ、どちらから。それ一発目に持ってきたあかんやつやで。それ一発目に持ってきたあかんやつやで。誰か言うてちょっと盛り上げなんでダメ出してなあかんね俺が。厳しい。いや、それはね、どちらですか。もう振ったことをすごい今後悔してる。これ今がもしこれ収録番組やったら絶対カットされてる場面ですからね。はい、僕やったら間違いなくディレクトします。はい、どういうところまでいらっしゃらないですか。いらっしゃらない。我こそはあれですよ、ボケるなら今だいぶハードル下がりましたけど。はい、どちらから。名古屋から。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はあれですか、お一人ですか。お一人で。まだなぜ。なるほど。その人も名古屋の人です。名古屋の人、その名古屋の人は名古屋にいる。まあ、連れてこれなかった。なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあまた別の名古屋の人を呼んできていただければね。はい。その名古屋前ね、そこら辺にね、青森から来た人が座ってる、なんか遠方から来た人がよくそこに座ってるという、はい、形もございますので、ぜひとも次は2人揃ってまた見に来ていただければと思います。さあ、今日も皆さんで、盛りだくさん。大輔。大概ね。大概大輔。大輔。あ、すみません。ものすごい静まり感じゃない。大輔です。何かね、今日視聴者プレゼントがあったらキーワード大輔にしたい。何を喋ろうとしてないといけない。今から始まるんですけども、皆さんに何点かお願いがございます。まず一つ、いつも言っておりますけれども、試合中携帯電話など音の鳴る電子機器、ピロリロリンと音が鳴らないように、設定を今一度直ってるかどうかね、いいですか。僕、俺今それ見て自分のポケットに携帯入りっぱってこと気づきましたから、はい、大丈夫ですかね。皆さん今一度マナーモードに当てるかどうか確認してください。音が鳴らない方が、音がどうしても鳴るっていう人がいたら叩き合っていただきたいと思いますので、絶対に、感染、進行の妨げにならないようよろしくお願いいたします。そしてもう一つ、これはまあ、いつも言ってることですが、進行中、公演中、なるべくお席を立ち歩かないようにお願いいたします。今日もびっちりです。
ですので、あの途中に休憩時間がございますので、まあ、どうしてもマナーモードであの電話がなくて気になるなという方いらっしゃっても、ぜひとも休憩時間までちょっと我慢していただいて、お手洗い等もなるべく休憩時間までお待ちいただきますようよろしくお願いいたします。あの前の人が見えないとか、この後説明していますけども、動画撮ってる方もいらっしゃいますので、その玉手になるということもございますので、ご注意ください。そして写真撮影バンバンお願いしたいんですが、フラッシュがバシャバシャバシャとなりすぎないように、よろしくお願いいたします。あの携帯のねピロリンという音はまあ仕方ないかなとしても、フラッシュがあまりあの記者会現場にバシャバシャやりだすと、あの暗転中の見ちゃいけないものが見えたりすることもございますので、あまりフラッシュを焚きすぎないようよろしくお願いいたします。で、動画撮影も OK なんでございますが、先ほどからちょっと影アナウンスでも言っておりました通り、今日本編開始前に2代目アニメタルのミニライブがございますので、そちらのミニライブだけちょっと動画は、大人の事情でご遠慮いただきたいと思います。はい、そちらの動画写真はまあ、あえて言わんけど、はい、動画撮影はご遠慮いただきますよろしくお願いします。本編が始まって、歌の部分も動画あれですよね。歌の部分は動画 OK なんでしたっけ。あ、なるほど。じゃあもうアニメでのライブ以外のところは動画バンバン OK でございますので、撮っていただいたら、まあ、YouTube なり何なり、あの YouTube なりでガンガン流していただければと思いますので、皆さん撮影の方も OK でやっていってください。あとですね、この後2代目アニメでのライブがございますが、今日会場外の売店の方でアニメでのアルバムを発売しております。で、このアルバム今日買っていただいたらご購入特典でアニメでのステッカーがつきます。はい、まあ、はははって絶対ちっちゃっていう感じで見えへんわって言われたらあれなんですけど、限界ここまでですよ、近づけてるのね。あのアルバムスペシャルステッカーがつきますので、まだお持ちじゃない方、あのアルバムの方にはなんとこの魔界連動から先ほど僕が入ってくる時に引っかかりました魔界回戦、こちらも収録されておりますので、ぜひとも魔界ファン必見のアルバムとなっております。いいですか、皆さんぜひともお買い求めいただいて、書いてね、魔界のそしてアニメタルを楽しんでいただきたいと思いますが、なんといってもまずは今日の大会楽しんでいただきたい。今日皆さんすごいんですよ。お客さんが撮っていただく動画のカメラを武器にして、なんと今日動画のカメラが6台入ってます。なんだったらそのうち2つぐらいなんとテレビ局が入ってます。はい、どことはあえて言いませんが、皆様のおかげでガンガン魔界連動が注目されるようになってきましたんで、あの夕顔が紹介してくれたあそこのお客さんばりに皆さんもガンガンね、皆さん広めていただいて、もっと魔界連動から盛り上げていただきたいと思いますが、まずは今日の再現を皆さんで楽しんでいただくためにも一発盛り上げの練習、もうライブから始まりますから、ライブでガンガン盛り上げていただきたい。もうイエーとかワーとか拍手とか、もう非常に大事でございますので、今からウォーミングアップをやっていきましょう。私がお願いしますと叫びましたら、大きな拍手と大きな声を出してください。で、あの先ほどね、お亡くなりになったあの PM が売ってたタオル、死んでない、タオル、これはライブの時もバンバン振り回して、後ろの方にあのバサってならない程度に、はい、あの振り回していただいて結構でございますので、そのリハーサルもまねてタオル持ってる方ガンガンウィエーって言いながらタオル回していただいて結構でございますので、一発盛り上げの練習はいつもありがとうございますので、はい、やっていきましょう。私の挨拶続いて、大きな拍手と大きな声と、後ろの人に当たらない程度のタオル回しやっていきましょう。それでは参りましょう。皆さんで大きな拍手を広め、
アニメタルスペシャルライブでございます。ちょっとここからは、原稿を読ませていただくような形になりますが、この魔界レントガーにサルバドル役、クロマチスコのサルバドルとして出演しているのは、先ほどから言っております2代目アニメタルのボーカルクイーン M でございます。本日は魔界の本編前に2代目アニメタルのミニライブということで、そのライブですから、ただ歌うだけではなく、ゲストミュージシャンにメタルガールズバンドのメアリーズブラッドからギタリストのサキさんを迎えてのライブパフォーマンスでございます。そして先日地上波の、初登場の際に、歌いましたテレビアニメ魔法少女マドカマギカのオープニング曲コネクトと、本日生歌初披露となりますマクロスフロンティアのオープニング曲でありますライオンの2曲をお楽しみいただきます。そしてね、もうすごい良かったと思った方いらっしゃいましたらお帰りの際、ぜひとも CD も買って帰っていただきたいと思います。それでは早速スタートしてまいりたいと思いますが、ライブから皆さん最後まで楽しんで帰ってくれますか？2代目アニメタルライブから魔界サイリント参ります。最後までごゆっくりお楽しみください。2代目アニメタルライブスタートです。月世に復活した昭和初期の陰陽師軍団魔界少女剣、そしてその魔界少女剣と対立する伝説の陰陽師阿部の生命、そして黒魔術を名乗る第三勢力最強のデーモンとして復活した末隆房と美しき狂気ガラシア、2015年の凄絶な魔界での戦いが始まった。魔界少女剣が壊滅するという衝撃的な展開となった魔界三剣の戦いをここに振り返る。突然魔界に現れた謎の男たち、唐津の正成と名乗る男は魔界衆に玉を集めろと言って去っていく。一人現れる大堀康房、魔界少女剣大では、康房は魔界少女剣に入ったと軌道丸に告げる。そこに黒魔術軍と鶴姫越智康成を従えた阿部の生命が現れる。生命は己の霊力をかける三つどもえ戦を提案。人型を戦わせ、負けた者が勝った者から霊力を奪われるという危険な勝負となる。第一試合は黒魔術軍巴御前加藤団蔵、生命軍鶴姫、魔界軍大堀康房という戦いになる。兄弟である安房と鶴姫は連携を取るように見えたが、突如安房が鶴姫を襲撃し、鶴姫は苦戦となる。苦屈の術で攻め込む安房であったが、最後はその苦屈の術を利用して鶴姫に勝ちを譲る。激怒する平から生命は霊力を奪い、続いてその霊力を使い平の配下である青子を封印。続いて第二試合は黒魔術軍戦国の水軍大将久喜義隆、青年軍瀬戸の海賊王村上武義、魔界軍猛牛魔の戦いとなる。現世から因縁のある久喜義隆と村上武義は激しくやり合う。しかし久喜が猛牛魔の仮面を切り裂くと状況は一変。素顔を晒した猛牛魔は錯乱状態となる。平は式神の猫に命じて猛牛魔を抑え込もうとするが、久喜に邪魔される。久喜は一気に攻め込み猛牛魔を倒そうとするが、寸前で村上武義に勝利を奪われる。仮面を取り去ったことで封印が完全に取れた猛牛魔は、己の正体は俵の塔だと叫び、平にもはや思い通りにはならぬと吐き捨て去っていく。青年は霊魂にも平の霊力を奪い、青子に続き猫も封印してしまう。再び現れた謎の男正成は、俵の太田が平の正門を倒した男であるということを軌道丸に教える。正門の復活を目論む者によって封印され猛牛魔になったのだという。封印の解けた太田は危険な存在だとも言う。
ジャムと風神影同士による呪い歌が捧げられ、生命、クロマ術、魔界少女剣が現れ、最後の試合が始まる。クロマ術軍は鎌倉の怪物朝比奈義秀と大将である末隆房自らが参戦。生命軍は越智康成と魔界に初めて降臨した新選組副長土方歳三を召喚。魔界少女剣は戦国の怪談師前田慶次を送り込む。激戦が始まる。土方はなかなか戦いに加わらず、慶次と康成は連携を見せ、圧倒的な力を誇る黒魔術軍と戦う。黒魔術軍は慶次に的を絞り、徐々に追い込んでいく。絶体絶命になったその時、平はジャミと風神を送り込み、呪い歌で慶次に力を与える。刑事は呪い歌の力を得て、超人的な力で黒魔術軍に立ち向かう。刑事の劇的な勝利が見えたその時、土方が突如、混乱の中、高房はヘルスターを召喚し、地獄の音色の力で反撃。刑事は怒涛の攻撃で傷つき、力尽きようとする。そこで再び土方が、生命に取引を持ちかける。それは死んだはずの夕顔と生命に取り込まれた陰陽師道満との交換であった。巴御前になりすましたくの市出雲の奥義によって夕顔は救われていたのだ。生命を信じられるという平を一括する正成、道満との交換を条件に夕顔が生命のもとに帰る。最後は生命への逆襲を誓う黒魔術軍の魔界大戦で、魔界の扉は閉じる。死と地獄、葛藤、幾多の業が吹き荒れる。戦う歴史絵巻、今宵もその幕を開く。魔界再臨、徳とその目でご老じろ。We'll be right back.
に違いない。起きろ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 。あんまりは現実じゃないって言ったろ。現実じゃないし、そんなことどうだっていいよ。生命のところに帰りにくいんだったら、もう帰るじゃないかっていうことは。ああ、やめるよ。必要ありますか。私でお孫は借りてるっちゃ。いるよ。だからそんなかもな。そうそう、妖怪じゃないし。なんで見れなくていいよ。照れてない。兄上、安さよ。
お前はあの姫の兄なのか。安田戻ってこい。お前は大堀の柱だ。確かに。この男が大堀なのか全く別の男だっていうぞ。お前が戦力を上がってくるやろう。それはどういう意味なのです。安田に聞け。俺たちとしておる。しておりながらお前を欺いたって。とうとう勝手な行いは許さん。こうなれば抜根して従わせてくれ。いでよ前だ。この役は我らに任せよ。ラスボスを取り返す。ふわ都合が悪い。慌てた。安田にどういうこと。兄上大堀の無縁とは。せーどうも我まかに不正するものなり。どう師匠。Thank you.
Thank you.
今日お前の憧れの姫を助けてやれ。あっちは瀬戸内の海賊村上武義の娘で、今日鶴姫を助けに来たぞ。俺もね。
ってどういうこと？エジゾー、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 エジだから前回のことも大目に見てやろうと思ったのによ。
これより試合を行う。この試合もどちらかの両肩が3つつくかないかといえば勝負あり、負けた方は勝った方の魂を奪われる学校の儀式として取り行う。覚悟は言うな。何でもいい、始めようぜ。一騎打ちだ。あれ、Thank you.
を奪え。
同じことやる。肩こるみたいな。俺足しびれてきました。じゃあ一旦止めますか。あ、止めてください。はいよ。